誰か助けて。何やって今の声、まさかあの男の身に何か。そんなでもそこまでするギリやったっけ。あっ、うん、何何何してんの。いやー助けてめっちゃおもろい状況になってる笑いどこ笑いことじゃないねんけど、そうはいかないね。あんたはこの場所を知った本当の理由を教えるね。じゃないと指さしちまうよ。やめてください。俺は本当にネックレスが欲しいだけで、ここに来れば大丈夫って言われて。そんなわけないだろ。ここの場所を、秘密の場所をネックレス欲しいだけで見つけられるわけないね。そんなこと言われても助けて。なんや、揉めとるみたいやな。おい、そいつは悪くないや。話やってくれ。あ？真島さん？ん？何なのあなた。ははさてはこいつのグルね。ここの場所を、秘密の場所を、それを知った人間生かしておけないね。悪いけど死んでもらうしかないね。待てって、俺はあんたの仲間に教えられて。仲間が私たち売るはずないね。仲間侮辱する、許さないよ、確保するね。始まるやん。全然あかんやん、ファンさん。全然あかんやん。全然コミュニケーション取れてないやん。てか声流と持つなよ、気軽に。中国人やからって。別に標準ストーブちゃうやろ、ちゃうやろ声流と。さあ、いやーでも修行せなあかんかもな、そろそろ。やっぱりヒートアクションの種類とか増やしたいもんな。あぶ、痛い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 。お前ドン。まあでもこれは倒せるやろ。よいしょー。いやー、あとちょっとしたら体力、削り切りたいけど。いやな、あー三角ー、オッケー。よっしゃー、あと一人。清流と、清流とドン。殺したね。んで、なんて強さね。少しは人の話聞けや。おい、お前たち何やってるね。あ、リーダー。お、どうも。なんかあったかね。ちゃんと説明するよ。リーダー聞いてよ。この連中、私たちの事務所の場所を誰かから聞いたって言って入り込んできたよ。ん？え？この連中？よ。あ。私謎の、私の仲間、場所を教えること、危険なこと、絶対そんなことしない。ありえない。こいつら嘘つきよ。古本。おい、おっさん、これどういうことや。部下に伝えるのすっかり忘れてたね。こいつ。おいおい、ファンさん頼むで。どう、でもどうなんの、作ってくれんの。というわけね。そういうことだったの。悪かったね、真島さん。いや気にせんで。まあファンさんが悪いしな。あいやー、よかったね、仲直りできたね。これもで一件落着ね。あいやいや、いや、元はと言えばお前のせいなんやろか。じゃあ私たちデスティニーのハントのネックレスの偽物作ればいいわけね。ああ、できそうか。いつももっと難しい武器とか偽物作ってるからね。ネックレスくらい、朝飯前よ。そんな言葉使うんや、中国人。あいやー、気合い入れて作るよ。ははよかったの、ありがとうございます。それじゃあすぐ作れるからちょっと待っててね。おう。で、どう作れたんか。よし、完成したね。これで、これは会心できねえ。あいやー、あいやーってなんなん、ずっと。おー、これで見事なもんやな。お、ほんとだ、本物のハートのネックレスに瓜二つですよ。彼女もきっと喜びます。はい、じゃああげるね。これで、お前でも贋作あげるのどうなん。真島さんへの恩返しできたね。おう、これで貸し借りなしや。よかった。皆さんのおかげでなんとか彼女の誕生日にギリギリ間に合わせることができました。おう、ほな、さっさと渡し来いや。はい。はい、行ってきます。本当にありがとうございました。
うん、これなんとかなりそうやな。それにしてもほんまにあれ女が見ても偽物ってバレへんかいな。大丈夫ね、あれが誰かどう見ても偽物ってバレないと思うね。絶対一生バレないよ。そうか、ならええんやけど、でもちょっと心配やの。少し様子でも見に行ってみるか。心配しやな。ほな俺行くわ、世話になったな。こちらこそありがとうね。それじゃあ真島さん、あいやー、どうなのよこれ、どう落ち着くん最後。全然わからんぞ、見えへんぞ先が。ん？あ、彼氏やんけ。ほんまに偽物ってバレへんやろか。誕生日おめでとう、これプレゼント。いや、約束してくれたディズニーのハートのネックレスやで。わあ本当に、すごい、めっちゃ可愛い。でも大人気なのよ、く手に入ったね、ありがとう。ああ結構くれだしちゃうんで、ははは、まあ指持っていかれそうになったしな。正直本当にもらえるか不安だったんだ。大人気だから手に入らないかもしれない。彼女可愛いよな。まあそこはほら、徹夜して並んだというか、なんというか。え、徹夜？私のためにそこまでしてくれたの？もうお前いらんこと言うなよあんまり。それはまあそんな感じや。本当になんか私嬉しすぎて泣けてきた。へへ、本当にありがとう、大好き。そう、そうか、そんなに喜んでもらえてよかったわ。母、なんか大丈夫かお前。罪悪感でなんか押しつぶされそうになってない？おう、ほんまにバレへんようやな。母、はあ、んはあ、ん、え、どうしたの？ん、なんやあいつ妙に複雑な顔して。ごめん。お？ん？え？なんで謝るの？本当のこと話せ。あ、話すんよ。罪悪感でもうあかんくなったかお前。おい、あいつまさか。実はそのネックレスは、お、言うか？実は偽物ない。ああ言った言った。え？え？偽物？ごめん。なんで？騙すなんてひどいよ。ごめん、何この地獄の空気。彼女間違いな。誕生日じゃあ渡さん方がマシやもんな絶対。なんでそうなるなら最初からそうせえや。お前バカなんか。誕生日に偽物渡すなんて喜んでよ。ほんまやで、一回喜ばすのほんまになんかひどいと思うわ。まずい流れになってきたな。しゃあない、少しだけフォローしたるか。おい、ちょい待ちや。ん？え？え？ま、真島さん、うん、ど、うん、フォローしたのか。なんで偽物やってバラすね。それがその彼女が喜んでる姿見たらすごく心苦しくなってしまって。うん、まあせやな。そんなことやろな、今になって。前やで、お前なんなんこいつ、なんなんこいつ。はい、すいません、最低です僕って。うん、最低やなお前、ほんまに最低やと思う。人間のクズ、ほんまにクソカス、味噌カス。うう、あのなあ姉ちゃん、確かにそのネックスは偽物や。確かにこいつはアホな彼氏や、怒るのもわかる。でもな、こいつがあんたを心そろから喜ばせたいと思った気持ち、それは本物や。え？こいつはその偽物を手に入れるため、あんたの、想像以上にいろいろな危ない橋を渡ったんや。裏社会で生きる贋作師のもとを訪ねたり、命を狙われたり、指なくそうになった。ほんまにアホなやつや。うん、まあな。もちろん偽物を渡すのを間違ってると思うが、こいつはそんな危険な目にあってもあんたに笑ってほしかったんや。そんな、その気持ちは、その気持ちだけは偽物やないと俺は思うで。心に来るかこれが。本当にそんなことを。ああごめん、バカ。安いドラマ見せられてるみたい。そんなことして、もしもあなたに何かあったら私はどうすればいいの。ごめん。もし指がなくなってたらもう手つなげなくなるんだよ。お前
次から嘘つかないで私に正直に話して。ああほんまにごめん、今度本物のガニ浮かしてたら店に一緒に買いに行こうなって徹夜して。いらない。お？え？いらない、私はこれでいいの。え？いやでもそれ偽物やし。いいの、本物より私はこっちの方が。彼女にとってはマジお前がやめるんかい、びっくりした今。彼女にとっては好きな人に必死に手にくれた偽物の方が本物より輝いて見えるんやないか。彼女やないか、大事にしてやるんやで。はい。その次の日、このカップルは嘘みたいに別れたのだった。スラムダンコの最後みたいに。スラムダンコってないねん。この度は本当にありがとうございました。これはお礼です、受け取ってください。隠し財布を受け取った。何か隠し財布って、これから彼女にじゃなくて彼女の言葉なんかじゃ、偽物の言葉なんもうめちゃくちゃや、彼女の言葉を、本物の言葉を伝えて生きていこうと思います。おそれが一番や。はいはい、ほんまにありがとうございました。じゃあ行こうか。うん、やっぱ収録2時間半もしてると口が回らんくなってくんの。、うん、カットが多いとはいえ思いより綺麗な偽物か、幸せになるんやで。うん、まあええ話やったな。イメージビデオ3つも入手した、やった。うん、てなわけでじゃあこの辺にしたいと思います。ありがとうございました、柏店でした。ん？おい、そこのあんた？ん？あ？ちょっと、こっち来てくれへん？なんやろ？ん？竜と呼ばれそうな男。ん？なんや？よかった、ふう、助かったわ。たく、どうしたんや？なんか用か？何やて？で、どうしたおお前、下、裸やないか、裸というか。ちょ、あんた、お願いあるんやけど、そのズボン貸してくれへん？あ？あんたの履いてるそのズボンのことや。見て、渡る俺、ボンタン狩りっていうの昔あったみたいな。狩られてしまい困っとるんや。アホか、せやかて俺がお前にズボン貸しつやなあかんねや。ええから貸してや、将来、有望な若者がパンツ丸出しで歩いてんねんで。え？アホか、お前にズボン貸したら俺がパンツ丸出しになるやろがい。ああ、しょうもな、くだらんのに声かけてもうたわ。どうすんの？喧嘩？ん？あ、こら、待ってえな、ズボン置いてってくれや。うん、そないに欲しけりゃ力ずくで買ってみろや。くそ、ええわい、じゃあもう外出てもうたんやから帰れや、そのまま家。あんたのズボン買わせてもらうわ。昔はズボン買っててんな。ほんまに立ち悪い男やで。じゃあ、とりあえず、まあ自転車で悔い改めてもろてな。じゃあもう一個、お前のために自転車2つパーなってんからな、反省しろよ。あー、なんか虚しい戦い。本当にすいませんでした、調子こいてました。あーたくん、なんなんやお前、とりあえずいろいろ説明しろや。俺蒼天北高校のトールって言います。それがあんたに会うちょっと前にボンタン狩りにおったんですわ。ボンタン狩りなんやそら。あ、簡単に言うとボンタンという不良の間で着られとる学生のズボンです、うん、あ、それくらい知っとるわ。で、ボンタン狩りっちゅうんはそのボンタン履いて生きっとる連中を襲って戦利品にズボン剥ぎ取っていくんですわ。追い剥ぎみたいなもんか。で、そいつにまんまと身ぐるみ剥がされたっちゅうわけか。おう。まあせやけどしゃあないですわ、相手がアホみたいに異様な男で。異様な男？あいつ頭おかしいですわ、ごっついなりしてるくせに、いきなり後ろから不意打ち、そんで背中にはほうほう、でっかいもんもん背負ってるっちゅうわけか。いやちっこいランドセル背負ってますね。小学生のこと？何やて？ランドセル？小学校で背負うあれか。
せやから、頭おかしいんです。あんなにいきなり襲われたら誰でも、殺される思いますせ。ああ、しかもそいつここんとこ連日界隈で派手に現れてるんです。このままやったら狩られるやつが出るかも。そういうことやったんかいな。なるほど。やっぱり時間の無駄やったな。俺にはまるで関係ない話や。はちょ待ってえな。このまま俺のこと置いていくんでっか。ズボン取り返してきてもらえまへん。やつはマグタコ付近に出没すると言われます。アンさんぐらい強ければ取り戻せるはずや。頼んます。なんでお前なんかの助けなん手助けなんとしてなあかんねや。お断りや。そんな、しかしそのランドセル男ってのはちょっと興味あるの。マグタコ付近にいるんか。あれ行くの。何やあいつ。おまわりさん変態いますよ。あれてか、女子高生見てるよ大丈夫。あまあまあとりあえず、でもいろいろサブストーリー発生してんねんな今。まあとりあえず行くか。さあ簡単符ついてんの。簡単符でいいか。あらーもうおらーおらー。まあ雑には倒したけど。さあすいませんでした。謝るなら最初から来んなよ。はい、じゃあこの辺よな多分。ボンタン取られた人の言ってたん。ボンタンやな言っとんな。ん？あ？そのボンタンもわしがもろうとくわ。なんやこいつ。しかもボンタンを履いてないやろこの人。俺に言うとるんか。お前よう見ろよ。ボンタンちゃうで。こらタキシードっちゅうんや。わけわからんこと言うとらんでさっさと脱いでけや。なんでそんな欲しいねんズボン。ないんか家に。こいつが例のボンタン狩りか。ああなるほどね。ほんまにランドセル背負っとるわ。確かに異様やな。うん、ランドセル背負っとるな。小学生じゃないん。そういうパターンじゃない。ちょっとデカめの小学生たまにおるやん。脱がんっていうならわしが手伝ったるで。グフフ。素直に脱がれるよりそっちの方がずっと楽しめるの。まあ、小学生として歪みすぎやろ。なんやこいつ。ああ待て。ああ、なんや話が通じる気せえへんで、うん、ほんなら行くで。気持ちよ下半身向いたるわ。なんでそんな向きたいねお前。お前の執着心どこから。ダンスでええんかな。体力多いな。えらい。おおでも、あーでも結構削れるね。ガードも一方的にどう。でもダウンせえへんな。そういう強さあるな、この。でも、ランドセル背負ってるんよな。あー、ちょっと待って。あー、ガードできた。おー、危ねえ。なんか、声、低ない。気のせい。あー、危ない。あー、待って。てか、俺、体力結構ないねんな、今。今気づいたわ。まあ、でも、とりあえず、あー、でも、ガードしてくんの。おー、あんな、そばっとやってくんの。あー、危ねえ。あー、ちょい。強っ。あーでも強いかも。ちょっと回復しよう。うん、これなんや。なんやタフネスの一番いいやつか。あぶねー。よっしゃよっしゃよっしゃ。あーやっとダウンした。おーいいね。あーでもそんなに効かへんな。言うほど効かへんな。そう、でも小牧との修行でこうやって何ギア1の時ガードするとヒートゲージ溜まらんようになったんよ。これ結構でかいよな。あーでもガード掴まれへん。あ、掴んだ。よっしゃ、ないか。あーでもこれ一緒やな多分。あーでもスウェーも結構距離あるスウェーすんな。わ、てか身長ほぼ一緒ぐらい。一応真島さんの方が高いか。しょ、真島さんも多分180ぐらいあるよなこれ見た感じやけど。あーよし、小学生相手に武器使おうじゃん。よっしゃー、いてこましたるぜ。あーどうやろう。まだでもしぶといな結構。あぶね。
オーケー、おーしゃー、溜まった。これですぐ溜まるんでも結構ええな。待て、あー危ね、あーおーしゃー、なー、なんかないんか。あーでもヒートアクションないな、掴んだ後のヒートアクションがないん、つらいね。よっしゃー、オッケー。あーでもこれ最後終わるか、これで。よっしゃー、サッカーボール蹴り。まあでもそんなに強くはなかったな。なんやと、このわしがこんなな通りすがりに、うぐ、案外やるやないけ。おーでもまあ強かったな。せやけどその格好一体何のマネよ。いや小学生じゃないよ、ちゃんとランドセルやな。あ、リュウジ君や、やられとるで。え、ほんまや。ん、すんません、もう勘弁したってください。なんかインストールの準備できたけど、お願いですから許したってください。リュウジ君は僕らのためにこないなことを。はあ、たく、今度はなんや。んどういう状況、寝とる。グーグー、リュウジ君って言ってか、リュウジ君あれお前リュウジか、あのあれの近江連合のところ2のラスボスの。うん、よう寝とるわ。しかしこいつこの方でほんまに小学生なんか。あ、リュウジの小学生時代ね。まあ俺の実況で言うと維新のあれやね、西郷さんね。はいはい、リュウジ君は僕らのクラスメイトなんですわ。昔からこんな感じやんな。うん、うん、ランドセル似合ったことなんて一度もなかったの。いや小1の時とかはさすがにあれやろ似合ってたやろ。それはともかく小6のガキが高校生の振り相手にボンタン狩りかいな、やられたら本も、恥さらしやな。せやけどボンタン狩りがお前らのためって先そう言ってたな、どういうこっちゃ。多分リュウジ君は僕らの仇を取ってくれるんです。蒼天北高校の不良相手に。まあ蒼天北高校ってあいつもそうやな。あのボンタン取られてたやつな。あいつらお小学生から勝つはクソ野郎ほんまにダニみたいなやつらなんです。お前も結構言うな、さすが大阪の子。おまけに大人に言うなって口止め。ああもうそれはちょっと説教やな。それこそリュウジ君がお前らのために立ち、それでそこのリュウジ君がお前らのために立ち上がったっちゅうわけやな。はいはい、せやけど僕らにはリュウジ君に、敵打ってもらう資格ない、全然ないんです。どういうこと、どういうことや。僕らリュウジ君のことずっとシカトしてて、なのに僕らのためなんかにこんな人はまね。あ、なんでシカトしてたの。お前らなんでこいつのことしかとするんや。まあ確かに、異様なやつやけど、やつやん、これ、この時は。リュウジ君のお父さんヤクザやから、お母さんとかになんか、あかん、あのことは喋っちゃいけませんって言われてるパターンか。ヤクザか、なるほどな。小さい頃は僕らみんな仲良しとったんやん。うん、でもリュウジ君のおとんがヤクザや分かってから、リュウジ君と遊んだらあかんって親が言うねん。あこの辺から言う、リュウジ自身ちょっと歪んでいったんかな。まあ2のちょっとね行動と、まあまあそれがあれじゃないけど、まあ、根っこはここなんかな。今リュウジ君学校で一人きりや、学校先生までなんちゅうかリュウジ君には遠慮しやし、ヤクザの息子なんかこの辺りやと他にもおるやろ。そない珍しいもんなんか。リュウジ君の音はそこらのヤクザとじゃあ近江連合中ごっつい大物とこのごっつい大物なんや。うん、せやからみんな怖がって。うん、やっちゃったね真島さんやっちゃったねなるほど、そうやったんか。僕らがこないに避けたのにリュウジ君は僕らの敵を打ってくれるんや。僕らほんま情けないわ。いらんこと言うなや。リュウジ君、リュウジ君気ぃついたんか。ふん、わしはお前らのための敵討ちなんぞでこないな真似しとるんちゃう。ええ、わしは蒼天来たのは子供が生きっとんのが気に食わんだけや。もうツンデレやな。ふさや、リュウジ君、女の子が女子がカツアゲしたと聞いたとき顔真っ赤にして怒っとったやろ。僕見てたで。ほわー、めっちゃ可愛いやんやかましいボケ。ちゃう言うとるやろうが。なんかほのぼの話。リュウジ君ごめんな、僕らもシカトなんかせえへん、今までのこと許しちゃって。ちゃう言うとるのに、なんかええ友達持ってるやんけリュウジ。ええやん、ちょっとまあ
ちょっと大人に屈しちゃうっていうのはちょっとしゃあないよ、うん、ちょっと仲良くしろよこれから。わしはなほんまに蒼天来たのアホどもが気に食わんのよ。うん、高校生豊かて全然歯応えないわ。せやけど固めのおっちゃん我何もんやん。高校生には見えへんやろこの人。このわしが子供扱いやったやないか、うん、おい子供扱いってアホ。お前見た目以外に正真正銘の子供やないか、うん、せやけどおっちゃんうちんと同じ親父と同じぐらい強かったで。親父と喧嘩すなやあんまり。ほんまに高校生かいな。高校生ちゃう。まだそんなこと言うてるんか。俺のボンタンちゃう言うてやろ。そんなんどうでもええ。わしは親父を超える男になるとき、あ、その志はあんねんな、うん、通りすがりに負けてええわけがない。そんなん知らんがな。おっちゃんの顔覚えたで。今度会うときは絶対そのボンタン買ったる。もう他のボンタンはどうでもいい。ボンタンちゃう言うてん。わしはもうおっちゃんの下半身丸出しにせや。収まらんのや。お前そのセリフ今すぐ忘れろ。アホ、人聞き悪いこと大声で叫ぶなや。ふん、何にしろ俺はガキの遊びに付き合う暇気はないんでな。そしたら俺はもう行くで。あとは大丈夫やな。はい、はい、リュウジ君のことは僕らがちゃんと面倒見ます。あ、そや、これリュウジ君が持ってたボンタンどないしよう。捨てとけやそんなもん。それ奪い取ったやつろくなやつやないで。ねえねえ、うん、おっちゃんこれ返してきもらえへん。僕ら行ったら持ち主に殴られるかもしれんし、うん、はあ、しゃあないな。気が向いたら返しといてやるわ。ほんま大きに、うん、じゃああいつのとこ行くんか。おもろいガキもおるもんやで。しゃあない、こいつらのためや。持ち主にボンタン返しに行ったるか、うん、まあこれぐらいのお使いはいいやな。お使いってお使いでもないか。んポケベルか。あ、どうしたん。あ、僕見つかった。あ、ええもん。はい、あ、そういうのあんねや。はいはい、フェイフから帰ってきた、が帰ってみたい。そう、ちょっとじゃあ試しにこれのついでに行こうか。うん、いや、なんか武器のことの人おったやん。そこの人になんか頼んだらさ、もうちょい行ったとこか。なんか人おるな。うわ、めんどくさいめんどくさいめんどくさい、今めんどくさい。あー、くそー、もうお前さ空気読めや。あ、よーし終わり。はあ、無駄な喧嘩。なんか3000万持ってたな。でも真島さん、なんでやろ。まあ いやとりあえず、そうそう、フェイフのとこ行こう。ここやな。入る。いや、そう、武具ね、俺もあんまりシステム分かってないの。あ、帰ってきてるわ。このお姉ちゃんに、お姉ちゃんじゃあ奥さんに、武具探索の結果が来てるよ。おう、おう、何これ、何これ。買い物客の視線が背中に刺さるが無事店内に潜入した。何これ、圧迫、屈強な男に取り囲まれた。なんなんこれ。成功、おそらく一定の成果は出せたと思われる。なんなんこれ。フェイク成功、金属バット。ほう、エンジェルゲットが入手した武具レシピを受け取ることができます。はい、はいはいはい。あった場合派遣先多くの、うん、僕にレシピあと素材だね。フェイフが頑張ったんじゃないか。私は本職ではありませんでだが、次から我々のコネクショナルエージェントに依頼する形になります。これからもっとコネクションを増やしていきます。うまくいけばより強い僕、情報も入り、より優秀なエージェントの協力も得られるでしょう。なんかようわからんけど、ですが青空、貴重、何、貴重で強い武具になればなるほど武具そのものは手に入りづらくなります。まあそろそろやろな。まあ貴重なものなら金積まれてもそないに簡単には、何これ、譲ってか、譲ってくれんわな。そういった武具、そういった貴重な武具は武器の作成情報であるレシピを持ち帰ってきてもらいます。はいはいはい、なるほど、レシピでなんかやると。ほう、鉛の塊もらった。ほう、良質な鉄をもらった。はい、これで金属バットもらえんの。鉄の歯車をもらった。はい、何の良さこれ。材木材木もらったな。はい、流木ももらってめっちゃもらえん。呪いの手稼い。何を拾ってきたお前ら。はい、あ、一応言っとくけど、素材を使って武具を作成するときお金はもらうね。こっちも生活がかかってからさ、うん、また一度入手、はいはい、できます。なんかこの人手怪我やったっけ。てか、はい、ああ
なるほどな、まあまあ素材集めてってことやな、うんうん、まあこの辺はあんまり俺しかあれやな見てる人あんまりも、うん、別にやなはい、じゃあこれで外出ていくってこと？出ていったっぽいねああ出ていったね。何？フェイフとロンファーちゃんか、二人にはこれから世話になりそうやな、うん、また顔出してみるか。だいぶ前やね、これ結構序盤にやっとかなあかんやつやってんな。まあまあ、じゃあこの辺で一回ね、この動画切りたいと思う。まあ次回もちょっとね、なんかちょこちょこやってる間に解放されてしまったサブストーリーもあるので、その辺やっていきたいと思います。てなわけでありがとうございました、柏店でした。うん、終わった気でおったけど、そやボンタン返さなあかんねんな。あー、ここか。はい、はあ、アンサーはこの前の、せやリュウジにボンタン借られたやつがおったんやった。ついでやリュウジに買ったボンタン返しといてろか。うん、あーはけたはけた。おう、これほんまに俺のボンタンでさ、大きに。あいつマグタコ付近にいましたか？ああ、ちなみに俺もボンタン狩りのおたで、それはそいつからお前に返すように言われて預かったんや。は？なんでボンタンも履いとらんのに、あんさんボンタン狩りにおたんでっか？そんなんどうでもええやろ。そしたら俺はもう行くで。おおきに。さて、じゃあ俺はこれから仲間集めてあいつをボコに行ってき、こいつこいつ腐っとる。なんやて？なんやと？このまま引き裂かれるわけないでしょう。町中のワルの仲間を総動員してかかればさすがに人たまりもないはずや。あのタコスケぶっ殺してやりますや。ほなこの野郎。おい、あのガキやばいやないか。町中のワル総掛かりで行ったらなんぼあいつかって半殺しや。しゃあない、マクタコ付近に行ったるか。もうこれ行くしかないなまあ向こう小学生って思ってないんかあいつ。まあでもそれにしてもやけどさ。さあマグタコ付近どこや？あ？おい、そこ。あ、ちょちょちょ、あ、入った、よかった。ほんまにボンタンカレーのガキがおるんやって。ここやったな。けどもう手遅れしかもしれん。なんやって？なんやこれは。どういうこっちゃ。まさかお前一人でこいつらをなんでそこ立ってんの？はっ、この程度の相手何人連れてこようが同じことや。あー無駄な汗かいたわ。ほなわし帰るわ算数取りの宿題やらんとなわー似合わんこと言うてる。宿題やってたんや、リュウジ。宿題やるタイプの小学生やったんや。おいお前名前は？ゴーダリュウジや。わーかっこええなお前ダサいな。てかバケモンや、あいつはほんまのバケモンや。ヒヒ、ほんまに末恐ろしいガキやで。いつかまた会うかも、このことになるかもしれんな。ゴーダリュウジ、うん、キリュウさんが相手するけどねあー、まあいいもん見れたね。はい、じゃあまあこの回はこの辺にしましょうか。はい、てなわけでありがとうございました、柏店でした。ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。